サリンさん、よろしくお願いします。カブさん、おはようございます。昨日まで行われた、クープ・ド・プランタンで、エヴァロッタ・キーバス選手が、ショート・フリー合計で172.48で優勝しました。うん。特にショートは62点台を出すなど、圧巻でした。映像で見たいのですが、今回はライフトがなかったのかしら。フリーも、最初のトリプルフリップ、オイラートリプルサルコーを決め、波に乗ったように思ったんですが、 ルッツで回転が抜けがあったり、スピンで V マークを出したりするなど、えミスもありました。ただ、172点も出したいということで、来季に向けて出、出したということで、来季に向けても180点台を出せるように頑張ってほしいですね。うん。で、ニラまであと2年ということで、エストリーラ女子も若手がどんどんと伸びてきていますが、ベテランの底力を見たいです。 おーキーバスも大変でしたよね。でも彼女は、ちょっとずつ、えー、また頑張ってるということですかね。うん。エストニアもかなりその、あのね、えー、地獄のですね、あの圧が高いですのであの、たくさんいますので、今ね、女子のうん。結構だから、ね、大変になってきてますよね。んで、あと、怪我とかをする選手もね、最近多いので、ちょっと心配ではありますけどね。 うん、まあ、しれつな国内大会を制していくのも結構難しいと思うんで、ね、ミナノオリンピックは誰が出るのか、うん、気になりますね。はい、えっ、ー、と、ジケムさんどうもです。カブ君お疲れ様です。シュマくんのショートの解説、分かりやすかったです。ありがとうございます、えー。コンビネーションジャンプのセカンドジャンプがダブルトーループになったのは、4回転トーループを飛んだときに、 軸が左に傾いたからではないでしょうかと、え解説の本田哲コーチがおっしゃっていました。えフライングキャメルスピンじゃないよスピンはえシニアに上がったミドリトゥーランからやっていますえ。当時から工夫をされていますと、お褒めの言葉をいただいていました。もしかしてジュニアの頃からしていたのかなえこのショートは足さばきが好きなのに。 つい見逃してしまう箇所が多くて、リピートしまくりです。うん。何回見ても飽きが来ないです。すごいですよね。足さばきだったり、本当氷を操るものっていう感じはしますよね。面白いですね。フライングキャメルスピンじゃないよ、スピンね。本当その、そういう感じで、命名が難しいですよね。あれも宇野くんが、宇野くんだけしかやってない気がするんで、工夫があっていいですよね。うん。 フルスキーからからさんよろしくお願いいたします。え、こんにちは、カブくん。昨日の夜、ニュースで、顔ゆう、ん顔ゆうま、顔えどういうこと顔ーうま、顔のカナダ入国をちらっとやってました。えー、浜田さんのところはもうカナダかなえー、すごく楽しみです。え、それから日テレで島田真央さんの特集をしていましたが、途中からバックの映像がリ、ビヨンさんに変わってました。しっかりしてほしいです、ということ。あ、なるほど。 はい。ということらしいですね。<laughs> なるほど。<laughs> はい。日テレさん、そういうことらしいですよ、なんか。うん。よろしくお願いします。スピンはパッと開いたり、独走でですねえ。ファイナルのショートは、狩山くんは、宇野選手に届かなかったけど、GOE が出なかったんでしょうか。えミスはなかったんで、え解説の増田さんが、いつもより高く飛びすぎてえ、コンビネーション詰まったと言ってたところかな。え時間がある時このときに、プロトコルを見てみます。 ああ、ファイナルですな、ね。ファイナルですか。ファイナルではちょっとどうでしょうかね。ちょっと僕もオフシリーズとかにちょっと見てみたいと思いますね。はい。ではですね、ありがとうございました。